わらびた駅は、かつて、北海道山越郡を車万部町あざわらび隊にあった、北海道旅客鉄道函館方位線の駅。駅番号は S31 であった。電報略号は大。当駅は、JR の駅を五十音順に並べたとき最後になる駅であったが、廃止に伴い、JR の駅の中では、東日本旅客鉄道のわらび駅が五十音順で最後となった。 1976年の蕨大駅と周囲約750メートル範囲。下が、おしゃまんべ方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成所在地名より。地名は、アイヌ語のワルンペフに由来するとされるが、定かではない。この説については、昔、この付近一帯に、 わらびが反応していたことから付けられたとされる。単式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の東側に存在する。電鉄器を持たない防線駅となっている。かつては相対式ホーム二面二線を有する地上駅で列車交換可能な交換駅であった。当時は互いのホームは駅舎側ホーム南側と対向側ホーム北側部分を結んだ。 校内踏切で連絡していた。千鳥式に近い配置で、駅舎側ホームが上りの一番線、対向側ホームが下りの二番線となっていた。上下線ともに安全側線を有していた。その他一番線箱館て方からホーム南側まで戻る形の行き止まりの側線を一線有していた。使われなくなった二番線及び側線は、 交換設備運用廃止後は1993年3月までには撤去されていた。おしゃまんべき管理の無人駅だった。駅舎は校内の西側に位置し、ホーム中央部分に接していた。有人駅時代の駅舎は撤去され、43500系車掌車改造の貨車駅舎が設置されていた。おしゃまんべ方から15.2パーミルの勾配を上り詰めたサミットの付近に位置する。 駅周辺は山の中で白樺のソリンの中で熊笹が繁茂し5月には水芭蕉が咲く。ありがとうございます。